意味もなく山を積んでみました。まあ自分のちょっ とブログ感覚で一人麻雀やってる感じです。私は10フォート MJ を、まあ、あとは丸ジャンかやってるんですが、まあ、自分でこうたくさん長枠やってます。どれもゼロから始めたっていうのが個人的にいいなと思ってて、 MJ も天宝も丸ジャンも、まあ今後何かやるとしたら全部ゼロからやってます。例えば自分で打って単位そこそこいけたんでそこから打つと、いけなかったらまあやり直すと、じゃなくて本当にゼロから、操作方法わかんないっすねから入って、まあ、好き勝手打ってこんな結果なりました、あんな結果なりましたと、単位を上げたい、あそこ目指したいからそれに向けて勉強して、じゃなくて好き勝手打って、まあ、好き勝手打つなりにも自分で実体験で、あこのサイトはこういう打ち方した方がいいかもと、そのくらいはあるんで、まあただ基本自分の好き勝手打つと、ゼロから今現在、これがあるのがちょっと個人的にまあいいなと思ってて、最近 YouTube ライブでファイトクラブの話題が出ました。麻雀ファイトクラブ、ゲームセンターではたくさんというほどでもないか、まあ、やったことは何度もあります。で MJ、天宝、まあ一番メジャーどころですね、メジャーどころ、あとは次に丸ジャンとファイトクラブあたりも、まあ MJ 天宝には及ばないかもしれませんが、まあ、メジャーどころといって問題ないんじゃないかなと。ファイトクラブも少し興味があって、興味があってというよりはライブでこうコメントでファイトクラブの話題が出て、少しやってみるのも面白いなと。ただマルちゃんと同様でファイトクラブは有料なので、無料ポイントをログインするとポイントがもらえると、まあログインポイントをたくさん集めて溜まったら打つと、そうすれば別に課金は必要ないかなと。ただたくさん打ちたい、今すぐ打ちたいの場合はやっぱり課金ゲーなんで課金する必要がある。反対に MJ 天宝はまあ特別なサービスとかこだわんなければ別に課金しなくても、まあ、麻雀をする分には問題ない。ただ天宝は一番上の卓は課金必須なので、まあ、コメントで一番上の卓に行った場合は課金するんですかとなんかもらったことがあるんですが、まあ、答えはまだ全然遠いので考えてもいませんと。うわなんだこれ、ピンズ多いよ。そもそも頑張って打ってもそこまでいかないと。何千回、何千回ですね。何万回は打つつもりはないんで。これはすごいぞ。そこまで行くのは本当に一握りだと思うんで、一部の人。なので、もし適当にこう長く打ってて、だん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 上がってきて、下がるってこともあるんで、普通に今の段位がぐんぐん下がっていくことも、まあ当たり前にあるゲームなんで、上がったことのことを考えるよりは、もし何か今後6段のあと106段のあと2、3回トップ取れば7段鳳凰卓に行ける、まあそんな機会がもしあればちょっとどうしようかなと考えますが、今現在はもうまだまだ遠いので、万が一鳳凰卓行った場合は、
課金するしないなんていうのはちょっと考えてないです。すごいな、5巡目の手じゃない。数値ピン、E ピン、リアンピン、9ピンあたり、パーピンでも大丈夫。パーピンダメか。メンツで2メンツできている。ステハイで2メンツ、まあ、豊沢になるとちょっとなったことがない、豊沢で打ったことがないんですが、結構天豊って見るの面白くて、まあちょっと好きだから面白いのか、誰もが見たから楽しいわけじゃないんですが、豊沢は無料で観戦ができて、ちょっと自分の別に勉強なんて言葉は使いたくないんですが、少し暇つぶしがてらに見てると意外と面白いもんで、かといって豊沢になるからルールがガラッと変わるわけでもないんで。なんだこれ、はんないの。豊沢になったから打ち方、麻雀のルールガラッと変わるわけはないので、まあただそこまでいける人は誰でもいけるわけじゃないんで、勝ちをかなり重ねないといけないわけで、まあ、そこにいるってことは相当勝ちをこう重ねてきた人なので、やっぱ天豊の勝ち方知ってるなと。なのでまあ多分そう簡単に勝てなくなるのは、まあ、ごく自然なことですが、これはなんかドラ、もうちょっとちゃんと言ってもいいレベルですね。こんな手まともにメンツ手で真ん中に寄せてもはる気しないんで、ちょっと第1打目からもう 50% 脳天という前提で空振りホームランの理論使おうと。まあ123の3式ちゃんとにならなくとも三式にはなるかもしれない。ただ天豊の豊沢は、配信生放送は禁止と。ただ天豊は別にライブや配信とかライブは使ってないので全く意味ない、関係ないんですが、もし天豊の配信をメインにやってる人は特上宅までと、あとはリャンゾーイーソー引いて出来上がりと。もともとマージャンゲーム始めた理由は、まあ、YouTube ありきで始めたもんで、自分でやりたいから始めたわけじゃない、都合上。そんなに課金してまでやるかっつったら、首をかしげているんで、MJ もずっと無料でできる範囲で。なので課金をするとこういうサービスができる、つく、あんまり分かっていないです。無料でも十分綺麗だし、楽しめるので、特に今のところ不自由に感じていないです。天豊も MJ も。うわ、ピンズもったいない。まあ脳天まあ個人的には天豊のルールは、天豊の麻雀のルールは好きですね。切り上げ漫画なし、テンパイ連チャン、反対に MJ は上がり連チャンなので、
まあ、切り上げ漫画は別にいいんですが、上がり連チャンはやっぱり少しマイナーだし、なかなか打つ機会がないルールなんで違和感は感じます。留意層は絶対無理。チート率がいいとこですね。留意層、まあ、ちょっと上がれる気しないです。まあ、ちょっと私はチートイ、若干こうチートイをこうならないように手を作りたい、作る傾向があるんで、トイツを1個わざと崩してチートイをもう拒絶するんですが、まあ裏目ってますね。イーシャンテン、テンパイリーチ、リーチ初26、シーソーなら積もってた。上がれず、まあそんなちょっと天砲でもし行った場合どうすんのというコメントに、まあよほど近くなってからじゃないと特に考えてないといった感じで一人麻雀やってみました。ロン26、どうもありがとうございました。